アルフォンソ・デ・カスティーリャ、または、アルフォンソ・デ・トラスタマラ・ヤビスは、カスティーリャ王フアン2世と2番目の王妃イサベルで、ポルトゥガルの息子。エンリケ4世のイボ帝、イ、サベル1世の同母弟である。アルフォンソ誕生の、翌1454年に、父フアン2世が死去すると、王位を検証した、イボ兄エンリケ4世はアルフォンソを母、姉と共に追放した。 しかしエンリケ4世には男子がなく唯一生まれた娘フアナにも出生をめぐって疑惑があった。そのためカスティーリャ貴族の一部はエンリケ4世を見限りアルフォンソを次の王位につけようとした。1464年アルフォンソにアストリアス公の称号が送られた。カスティーリャ王位継承者の称号でありすでにフアナに授けられていたが エンリケ4世もこれを認めた。その後、アルフォンソは、カスティーリャをアルフォンソ12世として、対立王に衰退され、内乱が起こったが、1468年に、アルフォンソは14歳で病死した。アルフォンソの死後、代わって、姉、イサベルを衰退する動きがあったが、イサベルはエンリケ4世の生前には、王位の請求を拒否した。 1474年にエンリケ4世が死去すると、イサベルは、貴族の指示を得て大いにつき、フアナはポルトガルへ逃れた。なお、アルフォンソ12世は、正式には、19世紀に、ブルボン家のスペイン王が名乗っている。ありがとうございます。